シン YouTube テレビボーイだぜ。恋愛相談のコーナーだよ。やっぱみんな恋してるね。恋愛動画になるとみんなマジになるね。俺も好きな人欲しいもん、めちゃくちゃ。だから恋愛相談がある。みんなが羨ましいよ。じゃあ早速行ってみよう。アカウント名山田ゆきさん。1年前毎日 LINE するぐらい両思いだった子に勇気が出せず告白できませんでした。チャンスを逃した今その子から全く LINE できなくなりました。おそらく冷めたのであろうと思いますが、こんな時 B-boy さんならどうします？ちなみにその子は高校に通わず女性ばかりの職場でバイトしています。タイミングってやつだよね。多分その子は1年前おそらくだよ、おそらく山田くんのこと好きだった。じゃないと LINE なんかちょくちょくしないよね。男女間で、男女間で LINE がちょくちょくあるってことは可能性は十分にあると思う。女の子だけじゃなくて人間関係みんなそうなん。やっぱ一番ホットな時にホットなことをしないとなくなっちゃうんだよ、人間関係。いきなりなんか好きですみたいな感じ言っちゃったらなんか向こうもおーってなっちゃうかもしれないから、きっかけ作ってみたら、なんかその子の職場に共通の友達がいたらちょっとなんかご飯でもちょっとお願いしてみるとか、あとやっぱお互いが成長した時にまた会える時は聞こえたらそれはそれまたベストだしね。何かきっかけを作ってください。頑張ってね。ヘタレの恋愛相談。アカウント名リュウキチオカリさん。彼女が猛烈に欲しい時と猛烈に考える時があります。これどっちが正しいですか？両方正しい。彼女がいない時はめっちゃくちゃ欲しいと思うわけよ。何か集中してる時ってなんか全然そのことのこと考えられない。ある一個の目標突破したらまた別の目標できるわけよ。彼氏欲しい、彼女欲しい、あーやりたいとかいろいろ思ってるじゃん。でもいざやっちゃったり彼氏彼女できちゃったりしたらまた別の目標できるわけよ。それって結構当然なことだと思うよ。全然どちらも正しいと思います。ヘタレの恋愛相談。アカウント名田淵なんとかです。可愛い子とかいっぱいいるんでその中からどう選べばいいですか？全員選んじゃうよってくらいの距離で。でもね、テレビはわかる。可愛い子でも気が合う子だったりちゃんと性格がいい子っていうのはなかなか難しい。あってやっぱ話してみたらわかるよ。やっぱこの人ちょっと言葉遣い変だなとか、飯食う時金出そうとしないなとか大体わかるから、直感を信じて性格がいい子、自分の気の合う子選んでください。顔だけじゃないと思う。ヘタレの恋愛相談。アカウント名イリアン・マテリウさん。今好きな人がいます。両思いですが中学で離れてしまって会えません。連絡先も知らないのでたまに会うのですが、会う時はいつも友達と言ってまともに話せないです。どうしたらいいですか？両思いなのにお互いがあーって気使ってるって切ねえなプラス羨ましいな。お互いすげえ好きなんだよ。でも私たち中学離れてるしこのまま付き合ってもだから今から別れよう、そういう感じだと思うんだけど、その根本の発想って綺麗に物事を終わらせたいみたいな。でもね、それでもいいと思うんだったらやっぱり、ね、そこをアタックするのはやっぱ男なんだよ。会えなくてもいいよ、好きなんだよみたいなこと言うのが男なんだよ。俺できてないけど、友達とか言ってたまに会えるんだったらちょっとさ俺好きだからって言ってみなよ。頑張って。ヘタレの恋愛相談。アカウント名ソラコチさん。好きな人がいるけど何もできない。その人はどんな人でも優しくて喋りやすいけどこんな自分が話聞いていいのか分かんない。諦めた方がいいのかな？なんてネガティブな。こんな自分が、あのね、好きな人ってやっぱ上に見えるんだよね。だから自分はここらに見えちゃう。でもね、同じ人間だから好きな人ってなんか芸能人とかアイドル見えちゃうんだよね。でもそんなことないから、同じところにいるんで。あとね、こんな自分とか思ったらね、そのネガティブさがその人に伝わっちゃうよ。だって今このコメント見ててもさ、もう絵文字の使い方とかネガティブなんで、ポジティブに言ってみよう。例えばさ、絵文字がさ、こんな絵文字からハッピーなこんな絵文字に変わるだけでもさ、すげえポジティブだ。じゃあその人に話しかけるときは、ポジティブに、こんな自分がって思わないで、元気みたいな、そんな感じで話してみましょう。ヘタレの恋愛相談。アカウント名坂本大地さん。この春進学したんですが学校に可愛い女子いない、どうすればいいですかね？まあこれね、いろんな人から来る、こういうの。例えば女子からも、私の職場イケメンがいない。男の子からも、俺の学校ブスばっかだ。こういうこと言うてもやっぱね、出会えてないんだよ。学校だけじゃないじゃん出会いって。それこそ地元のなんかバイト先とか友達とかさ、いろんな出会いはあると思うんで、俺恋人いない、だって可愛くないんだもんみたいになっちゃうとちょっとさ腹にこもっちゃう感じになるから、なるべくなんか出会いを自分から見つけるようにしてみてはどうでしょうか。ヘタレの恋愛相談。アカウント名バス M33。 彼氏と話したいんですが切り出し方は分からないし、それによって別れただけでどうしたらいいですか？彼氏と別れて僕と付き合いましょう。良くない状況なんでしょう。喧嘩とかしてて、それによって別れたら嫌ってことは、今もう自分の立場が下になっちゃってるわけよ。あ、これってなんか嫌われそうとか、今ちょっとその立場がもう対等じゃないから、である意味その対等に持ってくまでにちゃんと話し合うことがあるんだったら、話し合いをしていいものなので、だからそこはちょっと自信持って話し合えばいいと思う。でそれによって別れたら嫌って思ってるぐらいだったら、多分いつか別れちゃう可能性もあるんで、話し合いしましょうって
行ってみてください。ヘタレの恋愛相談。赤虎あゆみさん、恋愛相談なんですが、私には好きな人がいます。でも私は男性恐怖症で、付き合うともっと男性という意識が強くなって怖かんで、付き合った人はそれ言うと毎回優しくくれるんですが、結局私が一方的に離れて怖かんと別れちゃうんです。だから今好きな人とは友達という意識を自分の中で強めて、本当にその人のことを本気で好きになろうと思ってないし、友達のままでいたいと思うのですが、彼とは仲が良く話も良くします。その度に好きになります。まずはどうするべきでしょうか。長文失礼いたしました。なんか曲みたいになっちゃったね。その過去を私は知らないんで、なぜ男性恐怖症かってのわからないんだけど、男性としてはやっぱちょっと気遣いすぎちゃうし、辛いかもしれないよね。だってその人があなたを男性恐怖症にしたわけじゃないんで、克服しなきゃいけない問題なのかもしれません。これは私はああこうなんだダメなんだって思ってるその価値観をブワーッブワーッブワーッって壊して、私は男性恐怖症じゃないって言ってみてください。今それぐらいの勢いでやれば、ちょっと徐々に変わっていくと思うんで、頑張ってください。応援してます。ヘタレの恋愛相談ってことで、恋愛相談めちゃくちゃ来たね。だからちょっと2本の動画に分けたけどね。でもやっぱすごくいいよ。やっぱみんなこうやって相談してくれるからね、俺もこうやって素でみんなに話せるし、密につながっていく。このコーナー、相談コーナー、動画相談と恋愛相談はすごく大事なコーナーなんで、何でもよかったらコメント書いて、あとそれから毎回言うけど、全部のコメントに答えられてないかもしれないけど、でもやっぱ同じような悩みってあると思うのね。だからそこでみんな解決してくればいいと思うし、俺は全てのコメント見てるから。ってことでまた明日8時に会いましょう。ピース。マジ気持ち悪いんだけど。ヒップホップステーションアップしたぜ。女性ゲストで超緊張したぜ。下にリンクあるから見てみてくれよな。それでは皆さん、 YouTube 用で大画面で、老若男女も大歓迎で、背を流れも大賛成で、 YouTube 用で大画面で、老若男女も大歓迎で、背を流れも大賛成で。